あれヘリ行っちゃった。あれ、あ、ですね、まだ動かせるな、はい、今なんですけど、はい、そのおみおちゃんを、おみおちゃん、おみおちゃんが最後生還した7人のヘリを落としてしまうっていうエンディングが流れたんで、うん、黒幕かなこの子と思ったんで、その助けずにエンディングを迎えたわけなんですけど、うん、はい、エンディング迎えてないですね。迎えてないね。おみおちゃんに会いに行く、会いに行こうか。ここまで来て一番怖いねんけど、キッキルで、うん、不穏に雷鳴ってるわ。え、なんかやってる、首振った。もうってこと、何回タップすんのお前。いや だってどうすんのこれ。他のとこ回る。いやな、どういうこと、解き放つために助けていってるとか。いやでもそれだったら黒幕がわざわざな、うん、あれやもんな、せえへんか。謎が謎を呼ぶ、うん、てかエンディングに行ってくれへんのが非常に謎を呼ぶ。おみおちゃん、一枚岩じゃないのかな、陣営というかあれが、うん、ちょっともう一つのエンディング見てみようか。いやもう見られへんよ。え、どういうこと、もう一つのエンディングって。ゾンビエンディング。いやだってみんな帰ってるやん。いやロードして。ああそういうこと、うん、ああそっちを見たら何か変わるかもって。そっちを見たら何か、まあ、変わるかもっていうか、まあ何か分かるかもしれない。どっちかどっちやったっけ、どっちかな、どっちは。じゃあちょっとロードしてみようか。うん、はい、カヌキ抜いて。あんま見たくないけど、まあみんな無事帰りますけども、ゾンビが解き放たれてるから。はい、これほんまひどいわ。この罰になる演出めっちゃ嫌い。ああ、うん、見た、うん、スカートやったな。スカートやった、スカートやった、女の子やった。ゾンビも女の子、うん、全員少女やしな。うん、これはおみおちゃんを助けてもこのエンド。うん、そのはず。てかおみおちゃんそもそも乗れへんから。うん、なんで乗らんのやろうな。だから出ていくことがあれなんかな、出ていかへんかったもんな。そうやな、確かこれで全部のエンディングってことじゃん。いや、その抜けがないやん。違う、 DER、 あのこれとは違うエンディングも一応ある。 DE、 はい、 D はちなみに言うと、あのこのちっちゃい女の子か、あの何やったっけ、あの斧というかローブ持ってた子、ロープ、あ、ロープ持ってた子、ロープ持ってた子以外を救われへんかったらその辺と、ロープ持ってたことをおみおちゃん2人を救った場合はそのエンドになる。だってあのロープを持っとった子って唯一外的要因で死なんやろ、うん、てか死なんやろ多分。うん、あ、だから実質誰も救えなかったというか1人しか救えなかったエンドやったらそうなる。それか D エンドやったと思う。死亡と助けられへんかったって一緒でええの。どういうこと。まあその電の子の子は死んでしまうことになるけど、うん、他の子はもう関与せえへんみたいな。お風呂の子ももう、あ、いや関与せえへんかったら絶対エンディングに こういう状態、あの動けるけどエンディングに行かへん状態になるから、何かしら決断はつけなんか。最低やな。最低やで。 G ルートだ。 G ルート、新しいルート作んの。ちなみに見たい D ルート、まあ、見たくないやろうからコートで言おうか、うん、コートで言うと、そのこの女の子だけが唯一無事に外に逃げれんねんけど、歩いて多分逃げるんかな、玄関から。
ヘリ呼ぶルートじゃないね。あ、ヘリ呼ばんねん確か。そしたら出ていこうとしたら上からあの巨大ななんか壁かな落ちてきて潰されて死ぬっていう。壁でか多分壁かなんかやと思うね。荷物なんかで上ずっとカメラがパンしていくというか上登っていって、うん、おみよちゃんがおるっていう。なんて言うたらいい。俺もてか最初に見たのがそれやったから、うん、はい。というわけでね、ほぼ捜索した結果何も見当たらなかったんですけど、はい、エンプラーが見事、はい、そうですね。一旦ことヒント見たんですけどヒント消えちゃったんでまたもう一回やり直してやってます、はい、あとほぼ散策したのは僕です。うるせえな、ヒント見ようぜ。思いのこもった品を与えて真実が紡がれる。エレベーター2階のヒントは見たかと。エレベーター2階のヒント、うん、ね、まあ、ちょっとこれを見に行こうと、うん、同じ色の花をどこかで見なかったか。この水仙のような花、青色。いや花は確かに結構、ああそう見たら結構くそびっくりびっくりするよな、うん、あかんってホラーやってる時にこんな気はあかんって、うん、正直俺もちょっとびっくりした、うん、じゃあねはい分かったんですね。申し訳ない、あの後で見返すけど、うん、見逃してたかも。見逃してた、ごめんなさい。まず合ってた考えはまず2回行きます、はい、次4回、これがまず1本目で2本目、はい、で3回、3本目で1回で、この際にね B1 あんねん。なんだって俺全然気づかなかった。 B1 ちょっと待ってくれ。このじゃあ右側におみおちゃんのあれがあるかもしれへんこれで、ベビーベッドと服、羊毛のドレス、他何もない。これベビーベッドやんな。ベビーベッドかなこれ多分。おみおちゃんはお母さんだった説。ああ、そういう説。あもういかれへん。だ多分2、4、3、1の特定の条件を満たすと B1 に行けるってことや。逆に言ったらさ、これさ、うん、ヒント知らんと適当に言ってたまたま B1 に気づく可能性もあんのかもしれんね。まあ。でもなかなかこの順番はな難しいと思う。まあ確かにな、偶然偶然にしては。まあいや、プレゼントしましょう。おみよちゃん真っ赤なドレスから着替えな。これあれちゃう、ゾンビの人かな、の人間やった頃かな。夜鍋して手袋編んでくれてる。なんかあのストーブの部屋があったかい光景に見える。なんか花、お花に、お墓に、あ、身ごもってんねや多分。ああ、で、あ、そういうことか、編んどったんや羊毛の。ああ、おみおちゃんのお母さんかってことやね。ん、じゃない、え、そうじゃないの。いや今おみおちゃんみたいな、あ、これ人形やろ、大きさ的に。あ、ここがやっぱ寝室やったんやで、飾ってるわ。あ、お母さんの寝室やったんやで、おみおちゃんのような人形があったで、なんやろこれ。あ、飲ませてんのかな、あやしてんのかな、赤ちゃんにしちゃう。いや、わからへんけど、え、ど、他の女の子もおる。おるね。これは何してんやろ。入り口やな。いやな。他の女の子来た。来てるな。あー、でここで住んでるな。でもちょっと存在にあった。あら、あらら。なんかお母さん閉じ込められてるね。なんかやってることがすごいな。存在に、存在のあれやな。多分、え、これ、え、赤ちゃん本人なの。
え、人形やと思ってたけど、え、どうなの？人形なんちゃうと思う。人形かな。だって普通に椅子に置いたりしてたし。やっぱそうやんな、さすがにな。どういうエンドやろ。なるほどな、うん、まあ、まあ、うん、僕らの結論としては、うん、まあそういう怨念的な、うんうんうん、ちょっとオカルトチックやけど、うん、説をします、うん、まあ、皆さんもね、一度実際に自分でプレイしてみて、そうですね、考察を深めていただいてたのが、うん、まだまだね、そのもう一個僕らが見てない、その言ってた全員虐殺エンディングもあるみたいなんで、うん、まあ、あ、そうか、それも言った復讐はなったわけか、うん、まあそこも興味ある人いらっしゃったら、うん、ご自身でプレイしてみてください。そうですね。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。